れたクレヨンをくっつける方法はどれ？1. 加熱する 2. 水につける 3. 凍らせる。正解は1の加熱する。アルミホイルを2枚重ねにして折れたクレヨンをきれいに筒状に包みます。30秒ほど火にかけアルミホイルを外すとくっついています。クレヨンはパラフィンというろうそくと同じ成分でできています。100度で溶けて100度以下ですぐ固まるのでくっつけることができます。通天にてフリーライブを行ってます。私たちに会いに来てくださいね。そして毎月末はイーゼル芸術工房のマンスリーライブがあります。